あなた運がいいんだって。今週嬉しかったことありましたかということですね。はい、実はね、これね、そんななんていうんですか、劇的に例えばなんか宝くじ当たったとか、ガッキーと付き合うことになったとか、なんかそういうですね、ザ嬉しかったことじゃないんですけども、 YouTube のですね、いろいろ動画の形式とか変えてるんですけども、あとアンケートも皆さんにね協力していただきまして、ずっとアンケートが400通以上来てるんですけども、それをずっと目を通したりですね、動画の形式変えたりとかしてですね、文句来たりとか、こうこうこうしてほしいっていうのをですね見てたらですね、ちょっとね分かってきて、こう3年ぐらい、まあ3年満勤でやってるわけじゃないですけども、2年と何ヶ月ぐらいは YouTube やってるんですけども、その中でですね、正直 3% か 4% ぐらい、やっと分かってきたかなーっていう感じがしますね。アンケートを取ってですね、アンケート取りますよって言って、皆さんが400通ぐらいですね、もうアンケートもらえたっていうのは、やっぱ嬉しいことですね。これは本当、人から教えてもらうの大事だなーっていうのを改めて分かりましたね。そして僕とかですね、まあメンサ君とかスタッフ Y 君とかですね、全員がですね、やっぱこう気づいてないんですよね。運営側ね運営側は全くそのダメなとことかですね、あ、こんな風に思われてんねんなっていう風に気づいてなかった。またこの配信のことも結構書いてくれてる人もいたんで、そうそうそう、桃尻さんのように、まあ愛されてるというかね、そんなにちゃんと答えてくれるんだなっていう、すごい長い文章でですね、答えてくれた上に、プレゼントとかいりませんとかですね、書いてくれてる人もいて、まあそういうのは本当ありがたいなと、まあ、そんだけ味方というかね、がいるんだなっていうのがありがたいなと思いましたね。この配信もですね、やっぱこう、新規の人はやっぱこう入りにくいみたいで、そこら辺が僕もですね、この配信してる側なんで、ちょっと分かんなかったんですよね。自分が主張してる側で、そこのこのチャットでね、例えば僕ジョビンさんのよく配信とか行って自分もチャットしてましたけども、やっぱそれと配信してる側ではちょっと分かんないんですよね。だからこう、もうすでにここのチャットにいる人はチャットにいる方同士顔見知りみたいな感じで仲良くなってですね、お互い挨拶とかしたりしてるけども、新規で来てですね、このみんなの輪にいきなりこう入りにくいとアンケートがありまして、ああ、なるほどなと思って。まあそういうのは結構あるでしょうね。というのも来るんで、そういうのちょっと僕、やっぱこう配信してる側としてですね、こう全くわかんないんですよね。そこら辺も勉強になりましたから、こうアンケートをですね、もうちょっと早くやっといてよかったなっていうのが、まあ反省ですね。配信は、例えば大手の配信とかはですね、チャットに来てくれてる同士が会話したらダメとかいうですね、禁止しているチャットとかもあるみたいですね。僕が言ってるのにも、その、ジョビンさんの配信とかはもうほぼ知ってる人しかいない、十何人ぐらいのチャットとかだったんで、なんでまあそういうのが分かったので、これがやっぱ嬉しかったことですかね。でも久しぶりに嬉しかったですね。動画どこが悪いとかね、どこがいいとかいうのはちょっと分かんないですし、あと前もちょっと言いましたけども、むちゃくちゃファンなのにチャンネル登録はしていませんと。でその理由で言うとですね、なんかサムネイルとかのですね、悪人感想学とか、まあうちのチャンネルである犯罪者の顔とかですね、まあ尾上悦夫とかそこら辺の顔が映ってるサムネイルがですね、チャンネル登録をしてるとYouTube をつけた時にですね、出てきますよね。はい。もうそれが怖いので、チャンネル登録をしていませんが、ものすごいファンですっていうですね、意見とかがあったんですよね。で、それ言うのは全くこう、気づかなかったですね。サムネイル怖いとか言うのが結構多かったですね。女性の方がアンケートを答えてくれてるの多いので、前ね、チョコプラさんのパクった、本当に怖い顔選手権をやったんですよ。海外のね、シリアルキラーとか、海外の犯罪者とかですね、そういうののトップ10を作った動画があるんですけども、あれがですね、もうトラウマになって、怖すぎて夢に出てきますっていうですね、ことを書かれてたんで、ちょっと僕とかはね、その面白いと思ってね、その海外のシリアルキラーの面相とかね、トップ10とかやったんですけども、なんかその、あれはやっぱ面白いと思わない人が結構いるみたいで、ちょっとむずいっすよね。人ってこんな考え方もするんだなーっていうのがよくわかりますね。女性の方はね、怖いのがダメみたいな。サムネイルをですね、リベラルアーツ大学みたいに、なんかパステルカラーで、ポップで可愛くしてくださいっていう、リクエストとかも来てましたね。ああ、なるほどなーと。ポップで可愛く。
でちょっといろいろねそこを試してみて、で変化があるのがですねいいかなと思ってますね。最近はその朝の動画とかはまあためになる動画っていう風にですね配信してるんですけど、ためになる動画はですね本当に再生回んないんですよ。皆さんも今日の朝人形の動画とですね、あとまあ詐欺に引っかからない本の動画とかね、正直ね1時間で1000再生も回らなかったんで、ここ1、2ヶ月出した中だったらですね一番その再生回らない動画なんですけども、逆にですね見たいと思った人だけ見てくれてるんで、視聴維持率っていうんですよね、はい、どんだけこう離脱してないかとかがあるんですけども、視聴維持率は高いんですよね。毎日学びがあるっていうのが一番嬉しかったことですかね。ユーザー様とか視聴者様の声を聞くっていうのが一番大事ですね。ここが嬉しかったことですね。まあ今週っていうかね、月曜日始まったばっかりなんで、はい、まあこの1週間ぐらいで嬉しかったことです。ちょっとアンケートはね、面白い回答が多かったんで、その400通をですね、今エクセルだったら見にくいので、紙にプリントアウトして、面白いのはピックアップして、ちょっと一つの動画にしたいと思いますね。せっかく400通分もいただいたので、こんな面白いコメント来てましたみたいな、一本の動画にしたいと思います。それはちゃんと作りますので、よかったらまた見てください。人っていろいろ考えんねんなーっていう、全く思いつかないね、ことを考えるので、よかったですね。なんでちょっとまとめ動画作りますので、よかったら見てください。はい。これが非常嬉しかったこと、正直忖度なく、カッコつけてるわけじゃなくて、嬉しかったですね。あ、こんなに長い文章を書いてくれるんだ、とかいうのが嬉しかったです。動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。